情熱エージェンシーは笑顔あふれる明るい職場になることができるのか。はじめまして、藤井白美久です。杉村太蔵です。よろしくお願いします。めっちゃ笑顔ですね、やっぱり。すごい笑顔。笑顔をモットーに会社経営に臨む情熱先生、藤代美久さん。もう登場した瞬間から本当笑顔が素敵なんですけど。ありがとうございます。会社でもスペイン語で笑顔っていう意味なんですよね。はい。なんでスペイン語なんですか？あ、はい、スペイン語は、スペインっていう国が情熱のある国なので、はい、情熱を持ってお客様にサービスの提供をするとともに、はい、笑顔になってもらいたいなと思ってつけました。なんかバスガイドさんにそうな感じがします。ハトバスかなんか乗ってました？乗ってないです。バスガイドさんにしてはだいぶもう髪型も情熱的な。そうですね。ちょっとバスガイドさんっぽかったので失礼しました。大塚、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速情熱キーワードの方いきたいと思います、うん、はい、トータルサポートでお客様を笑顔に。やっぱバスガイドさんっぽくないですか？もうこの、いや、このキーワードからしてもバスガイドさんっぽい。どういう意味ですかこれ？ですね、弊社は弊社あの IT 事業を行っておりまして、うん、であのただの IT 事業ではなく、うん、販売から、ホームページの制作であったり、うん、あとパソコンのシステム管理やセキュリティ管理で、パソコンのことなら全て対応しております。すごい。いや、人は失礼の見かけによらないって言いますかね。はい、よく言われます、ねえ、はい、めっちゃ IT に弱そうですよね。そうですね、ね、はい、すごい言われます ね、 なんでもこう一括で丸ごと IT 関連のことをやろうと思われたんですか？販売なら販売とか、あとホームページ制作なら制作ってあの会社はやっぱり調べたんですけど多くて、あの私はこの知識とこの知識はあるから、あのこれを強みにトータル的にサポートしていきたいなって思い設立した感じですね。父親が家電量販店に勤めていた影響で、幼い頃から常にパソコンが身近にあった藤代さん。なんとパソコン関連の資格を30以上取得するなど、こう見えて実は超 IT 系なんです。今起業されてどのくらい経たれるんですか？ちょうど1年ちょっと経ったところですね。そうなんですね。ちなみに今年間でどのくらいの売り上げ？聞きますね。一人で行ってて。一人で？はい、1000万円超え。すごいじゃん。一人で？はい。それめちゃくちゃすごいですよ。すごい。一括でやるってとこが大事なんですかね。そうですね。あのそこで終わりではなくて、あのその先に。じゃあ次はあのパソコン教えてほしいとか、次は実はホームページを作成したいんだっていうところにつながるので。昔の電気屋さんみたいな感じですかね。そうですね、イメージ的に言えば、ね、町の電気屋さんのイメージで私はやっています。そうですね。じゃあ続いての情熱キーワードに行きたいと思います、はい、子育てママを笑顔に。育てママを笑顔に、はい、いいフレーズですね。藤代さんもお子さんがいらっしゃるんですか？はい、3人います。3人いらっしゃるんですね、はい、すごい。上何歳なんですか？10歳です。 10?16 で、あと5歳ですね。あら、子育てをしてた経験から子育てママを笑顔にしたいっていうのは生まれてきたんですか？20代の頃に子育てしながら働いてた時に子供が熱を出して、あのすみませんっていう罪悪感が大きかったんですね。でも私が具合悪くさせたわけでもないですし、で逆にあの経営者になってみて、すみませんって言われる環境は絶対に作りたくないなと思って。なるほど、はい、やっぱりあの社員になってしまうと時間の拘束であったり場所の拘束っていうのは出てきてしまうので、業務委託するという形で。あ、業務委託契約にね、はい、振るのね。はい、振って、でそれをあの対価としてお支払いするって形にしてますね。例えば内職でお家でお仕事してても子供が泣いちゃってできなかったっていうので逆にストレスになってっていうことも聞いてはいたので、期間っていうのもあの長めに、通常より長めにとって、でその
間に何かあってしまったら私がフォローできるような形で、あ、はい、最後は自分がやると、はい、あら必ず、はい、これ見た方注文殺到するんじゃないですか。そうだったら嬉しいですね。さばききれますえ、そしたら太蔵さんにお願いします。いや僕でもさ回り回ってもう一回持ってきますよ。そんな藤代さん、起業して1年間の活動が認められすんごい賞を受賞していました。アジアから18カ国から女性起業家賞をいただきました。起業して1年ですごいですね。設立した当初は実際私でもできるのかなっていう不安もあったんですけど、この賞を受賞させてもらって少し周りから認められたのかなと思うのと自信がつきましたね、自分の中でも。今後の目標は IT 事業のことと、子育てママをサポートするってこと2つは、続けていきながら、そばにいる方だけではなく日本全国とかあと世界にも広げていきたいと思っております。